今夜私の一冊をご紹介いただくのは、名古屋銀行取締役頭取藤原一郎さん。創業から経営理念として地域社会の繁栄に奉仕するを掲げ、地元に寄り添い74年、未来を創造する銀行を目指す藤原さんの人生を支えた珠玉の書籍とは。私が今日ご紹介いたしますのは、高野悦子さんの20歳の原点です。立命館大学に通っていた高野悦子さんが20歳で自ら命を絶つまでの日記をもとに出版、青春の美しさと痛みにあふれたベストセラーです。高校生の時でたまたま本屋さんに行って、たまたま手に取って、読んだんですけれども、ちょうどその頃私は、自分が何をしていいかわからなかったので、非常に自分に自信がなかった、いわゆる、未熟だなとか思ってたんですが、自分よりも10歳もう一回りぐらい上の方が同じような悩みを抱えてるっていうことを、読んで非常に感動したというか、作り物じゃなくてフィクションじゃないから、だから逆にこうグッとこう来たんでしょうね。受験勉強してる時は私は本当に何もできない人間でしたので、大学生になった時に全くその今までスポーツやったことなかったのに、いきなり体育会ボート部っていうところに入って、殻を破ることができたのはこの本のおかげかなと思います。こうやって今私が企業の経営をやってる、経営者としてやってるっていうことも、まさに原点としてはそのチェンジができたっていう一つのきっかけになった本。若いエネルギーっていうのはやっぱりこれは永遠のものなんじゃないかな。時代が変わってもやっぱりそれは大事なものなんじゃないかな。私自身ももう、だいぶ年取りましたけれども、でもその思いだけは、持って頑張ってやっていきたいなと思ってます。別にこの本に限らず、本と出会ってそこで自分が何を感じるか、その気持ちはすごく大事にされたらいいんじゃないかなと思います。それがいつか大きなエネルギーになると思いますので。次回は CKD 会長梶本和則さんの私の一冊を紹介します。